はい、皆さんこんにちは。それではですね、年末の道場についてお話をしたいと思っております。で、あまりね、道場ってやらないんですけども、なぜかというと、まあ、1年講座の中で全部教えてるっていう前提があるので、あまりやらないんですよね。ただ、今回は少しちょっと違う思考でやっていこうかなと思ってるんです。一つは担当なんですけどね、担当についてどう勉強するかっていうところですよね。今回これを作りました、まあ、いわゆる正解詞だけ書いてある内容ですね。で、丸足に全部問題が加工されてるんです。で、短文で前提としての、説明書いてありまして、それとその丸足を覚えてしまえば大体担当って頭に入ってくるんだっていう構成をとっております。これ旧司法試験でもやっていた勉強なんですね。で、これができるようになると早いってことになるので、それをね、回してもらいたいなと思っております。アドバンス用意も早いかもしれません。で、今回やっていくのはその中の弥生シリーズと48章3シリーズってありますよね。で、これを74選んでやっていこうかなと思っています。3時間しかないんで、これしかないってことになるんですけどね。で、これ以降また全部作ってるんで、特許だったらもう1000超えてますかね。足もっとあるかな、1000超えてるかな、衣装もそのぐらい。で、改正法にも衣装は、準拠してやっております。あと今商標を作ってる段階でありますんで、商標についてもっとあるしになりますね。あと下散歩については特に PCT とかで、あるいは、そうですね、トリップスの後半部分、これまた別の講座で売ろうかな、やろうかなって思ってるんですね。で、ちょっとアドバンス、自分で作っているのも何なんですけども、条約関係は見にくいんですよ、正直言うと。で、なんであれはそういう風になってるかというと、流れがあるではないですか、特に PCT ね。昔はあれって論文出たわけですよ。だから論文に従った形で書いていたっていう経緯があるんだね。ただそうなると、我々通常やってるアドバンスっていうのは築城になってるではないですか。だから何条に何が書いてあって、どうなってってっていうところは分かりにくいんですね。で、それについては別のテキストを使って、毎年やっておりますんで、多分ウェブで撮って今回ね、配信しようかなって思っております。で、これはある意味画期的なんですよ。で、全部丸にしてしまった足でありまして、で、かつその説明っていうのかな、前提たるものが上がっていて、問題が書いてあって、前提たるものが短文なんですね。で、この短文さえ覚えてしまえば、思えてしまってるパターンが何パターンあるかと。で、これによってどうなんだろう、引き出しが増えてくるってことになるんですね。多分ね、皆さんと一番違う点、卓越ができるかどうかって一番違う点は、多分その短文のバージョンをたくさん覚えてるんですよ。で、あるいは理解してるってことになるんでしょうか。だから長い文章でたくさん覚えたとしたって、多分使えないっていうか、理解できていないってことになるかね。で、短文で覚えてしまって、それを吐き出すっていうのがこの講座となっております。道場と。で、これ一回受けていただいて、で、体現してもらいたいんです。で、あと、この後ね、またやっていきますんで、暫時ね、他のものについてもやっていきますんで、見てもらいたいんですね。どんな効果あるかってことがよくわかりますんで、ぜひね、1月5日になるのかな、これ。で、たった3時間で、やると48章の3、で、特に条約関係含めて説明いたしますんで、わかるかなと思います。で、最近この手って問題結構出るではないですか。担当論文含めてね。で、したがってこれが苦手っていう方は、ぜひね、受けてもらいたいかなと思っております。やるのは1月5日でありまして、10時から1時までね。で、もちろん生が一般的なんですけど、通信がありますんで、通信は時と場所を変えて全部これできますんでね。だからもう教室で聞くだけでは授業ってもないと思ってるんですよ。で、時と場所を変えることを選ばずできるのが通信となっております。で、私はこうずっと喋るタイプではないですか。それぜひその通信をうまく使って合格を勝ち取っていただきたいと思っております、ね、で、来年度は祝賀会で皆さんにお会いしたいと思っておりますので、ぜひね、頑張っていただきたいと思っております。